質問です。子供が最初に飲み物を飲み始めるときにストローマグを使い、ストローで吸う飲み方に慣れると噛み合わせが悪くなると聞きました。高橋先生はどのようにお考えですか？ああ、なるほどなるほど。それをね、なんで歯医者につながるのかなと思ったんですけど、それ歯医者の分野なんですよね。子どもの成長発育のところにすごく関係していくところがあって、結局ストローついたやつって飲む子っていうのは 2,3 歳ぐらいまでですよね。結局そういった時に飲み込むっていうその動作、その方法に関して正しい方法を学べるかどうかっていうのが、そういった器具の使い方によってできないことがあるんですよね。要は言ってしまえばストローっていうのは結構ね、危ないところではあるんですね。ベロの上にストローをポンって乗せちゃうので、もう吸うだけで飲めるんですよ、ポンって吸えば、うん、で実際には飲み込みっていうのはベロを使ってごっくんって飲むんですよね。ベロを使って喉の奥の方まで、ね、液体を送り込んで飲むっていう動作が必要になるので、それがねストローだとちょっとできないんですよ。もし使いたい時はね、唇でね挟めるぐらいまで短く切って、心で加えるぐらい、こっから液体を入れてベロの上に乗せて、そっからごっくんって飲む練習をさせるってことですね。だから歯並び悪くなるのはなんでかって言ったら、結局ベロの機能が備わらないから、口の中にあるベロが正しい動きをしなくなるんですよ。そういった、結局ねベロだけじゃないんですけど、歯の周りにある筋肉で歯並びって決まっちゃってるので、ね、圧力の受け方、ベロを含めた口の前の筋肉の動かし方が変わっちゃうと歯並びってうまくいかなくなるんですよね。合わせてこういった顔面の成長発育っていうのがうまくいかなくなるって、そういうことなんですね。わかります？今の。わかります。こんなんで、はい、そう、そんな ね、まともな質問だとちょっとなんとなく自分が、ね、あれですけど、集めた情報と一緒だと。ああ、そうなんですね。じゃあ聞かないでくださいよ。あ、確認。確認。僕も試したってことですね。チームの先生の時に、スプーンで離乳食を食べさせるときに、奥に突っ込むなっていう。ああ、そうですね。前から食べるようにしろっていう。そう、唇に乗っけて、そこからね自分で取らせるんですよ。でね、まあそれどうでしょうかな。ありがとうございます。癖のある質問だから、知ってるんだったら聞くなみたいな。質問です。10代後半の子が矯正を検討中です。病院探しで気をつけることはありますか？まあ気をつけることって言っても、結局ね、矯正って大学で習ってきたことをそのままおおむねやるっていうのがもうセオリーなので、どこ行っても大体ね、同じこと言われるんですよね。大体どこに相談行っても同じなんですよ。だけど10代後半ってことは抜歯するか否かちょっと微妙なところなので、セカンドオピニオン、サードオピニオンっていうのは確実に必要になると思います。もうそこだけ行ってそこで決めるっていうのはね、絶対やめた方がよくって、結局子供の矯正なんて成長終わるまでずっと続く、だから歯が揃っても成長終わるまで続くので、結構長い付き合いになるんですよ、その矯正の先生とは。だからその先生がいくら上手でいくらね治療方針がしっかりしてても、相性の合わない先生だと長く付き合えないんですよね。だからもうこの先生だったら、この子もう自分の子供をね何されても文句言えないぐらいの、ね、信頼関係があればいいですけど、表面的なものだけで相談に行って、あ、この先生なんかすごそうだし周りの人もいいって言ってるから通おうなんて言ったら大体ハマっていくので、一応やっぱり2人3人もしくはホームページとかを見ながら吟味しながら、ね、お金も時間も結構かかるものになるので、スタートとしてはそこから入ってもらえるといいかなと思うんですよ。そこからここに行ったらこういうこと言われて、ここに行ったらこんなこと言われて、ここだったらこうだったというところでまた相談してくれればちょっといいかなと思うんですよね。基本的には病院選びっていうのはもうどの治療にでも言えることがあって、矯正に関わらず全然もう本当に信頼できるいい先生だったら、この先生大好きっていう先生でも文句言えないみたいな先生だったら大体トラブらないので。じゃあ大体トラブってないんですね。トラブら、もう僕はもうすぐ離れていきますから、僕の僕合わないと思ったらトラブルぐらいだったらもうさよならみたいな。絶対その方がいいですよ。お互い。お互いのためにならないです。それをね、結構ね、金儲けのためだったらみんなやるんですよね。ちょっとやりたくないけど、これ儲かるからやろうかなみたいな。っていうのがやっぱり一般的に多いと、保険外診療ではトラブりやすい。やっぱりお互いお金の問題もあるし、みたいな。
会社選びは大事ですよ。一件で選ばないってことですよね。ホームページでなんか見るべき要点みたいなのはありますか？ホームページは一応その入り口にしか過ぎなくて上手に作ってるんですよね今はね、なのであれだけで決めるってことは到底できないと思うし、今はやっぱりああいったものでビジネス的な匂いを感じるかどうかとか、その先生が本当に何のためにそういった治療をやってるのかっていう、まあ、倫理的なところが探れれば一番いいかなと思うんですよ。結局ね、なんか医療って技術じゃなくて、その先生のね、やっぱり正義であり倫理なんですよね、うん、だってやろうとしてることは結局その人は患者さんをね悪くするためにやってる人ってね大体いないんですよ。いないんですよね。いないけど、なんでじゃあね私を良くするためにやってくれたことなのにトラブルかって言ったら、その先生のもともとある方針の向いてる方向が最初から違うっていう場合には、いくら言ってることが綺麗なことでも最終的にはね全然違う方向に行っちゃうってことなんですよね。そこをもう最初の時点で見極めれるかどうかっていうのはとても大事だと思うんですよ。結構歯の相談は受けるんですけど、最初から先生選び間違ってるケースがほとんどなので、誰やってもその治療一緒ですよって。だけどなんでその先生だけにそんなに不満が出るのって言ったら、最初から選び方間違えましたよねみたいなっていうのは結構多いですね。同じ金を払ってもだから逆にこんなにお金払ってんのにこんな治療なのに全然文句ないんですねみたいなっていうのは逆にありますから、こういうのっていうのは別にそんなね大したすごいこんなウルトラシーみたいな治療だみたいなじゃないのに、何百万も払ってても、いやあの先生に治療けど本当に私の人生変わりましたって人はやっぱり現にいるので、人によって違いますよね全然ね。だからそういった自分にとっての本当に名医と巡り合えるかどうかっていうことだと思うんですよね。なんかちょっと喋りすぎるからやめましょうこの話けど本当ですよ。質問です。抜いてしまった歯の場所に入れ歯やインプラントを入れずそのままでもいいんでしょうか？歯がないままなんですね。自分が歯がなくなったところに歯を欲しいと思わなければいらないですよね。欲しくないものなんで、ね、欲しがるのかっていうところがまずあれですけど、ただ要は歯がなくなった時になんか二次的に今後何か起きるんですかっていうのが心配なんだとは思うんですけど、歯がなくなるとその歯がなくなった部分に関してはやっぱりそのなくなったスペースを隙間をね埋めようとする、もしくはそこにね歯が寄ってくる、下の歯がなくなったら上が下の方に落ちてきたりとか、前からも後ろからもこの寄ってきたりとか、まあいろいろ起きるわけなんですけど、それによって噛み合わせがうまくいかなくなったりとか、なんかいろいろ起きるっていうのは実際あるんですね。だからそれを避けるっていう意味で歯を入れた方がいいですよっていうのは当然あるのかなというふうには思います。そういった例えばその歯が動いてそれを問題とするかどうかなんですよ。だから歯が倒れようが、上から落ちてこようが、何が起きようが、私いいんですってのは別に歯いらないじゃないですか、それ。だって歯動いてきても、動きたい方に必ず歯って動きますから、ご自身の体の状態に合わせた歯の位置に来ますから、必ず。要するに、自然に動いてきたその位置が、あなたの体に今度問題を起こすっていうふうにはならないと思います。むしろ、歯を失った原因をそのままにしてるから次の問題が起きるってことですよ。歯がなくなったからなくなったことによる弊害で次の問題が大きく来るかというと、そういうことはないと思うんですね。二次災害なんて知れてると思いますよ、先生。そこでね、余計な手を加えるからもっとややこしくなるんですよ。例えばそこに歯を作るとかね、そこがなんかちょっと引っかかるようになってきたから歯を削るとか、自然の形でそうなってきたものに人が手をつけると、もっとね、事態がややこしくなるんですよ。何が原因だか分からなくなってくる。だからどちらかというと、そういった人工的なものを入れるか否かというのは、それほど僕の場合はあんまり重要視してないかなと思うんですね。まあインプラントは全然ちょっと話にならないんですけど、取り外しの入れ歯を入れたければ、まあ入れればいいし、まあ入れたくなければ入れなければいいし、削って被せたいってなれば入れればいいし、削りたくないとかってね、結構大体みんな言ってくるので、であれば入れなければいいじゃないですかっていう。だけどそれは歯を入れたい理由をもう少し明確にしてから考えるべきことなのかなと。思いますけどね。その時にはね、歯が動いて歯をね作れないことがあるんですよ。だからいずれ歯を作るんだったら早めに作っといた方が良かったですよねってありますからね。でもね、忘れちゃいけないのね、歯がなくなったっていうことを忘れちゃいけないんですよ。歯が減りましたよね。だから入れ歯が入りました、ブリッジにしました、インプラントにしましたって時に、あたかもね歯が以前あったかと同じように生活をしちゃうんですよ。
そしたら次何が起きるかって言ったら、もう倍返しで大きな問題が跳ね返ってくるってことなんですね。歯がなくなったんだから、歯がなくなったなりの生活をしてくださいねってことです。歯を入れたとしても。じゃないと、また次の問題が起きるってことですよね。でもやっぱり歯がなくなったっていうのは、それなりのメッセージが、強烈なメッセージなので、それをどういうふうに解釈したかっていうところが、やっぱりとても大事なのかなとは思いますよね。僕に質問をすると、治療全部いらない方向に行くので。でもそれでも治療したいんだったらっていうところですよね。質問です。根管治療で横向きの歯をとりあえず縦にした段階ですが、様々な不調が出ています。根管治療を続けていくべきでしょうか？トライする意味はあると思うんですよね。実際一回治療したとき、それ一発目が大事なんですよ。要はこう曲がってても一発目がね、一番器具が綺麗に入りやすいんですね。一回まっすぐでこう道作っちゃうと、こっからこういうふうにね、ちゃんとしたルートを探すのとっても難しいんですよね。だからとりあえず根の治療専門医の先生っていうのは必ずいるので、もうそれだけでマイクロスコープって顕微鏡を使ってやってる先生がいるので、そういった先生に一度相談してみて、もうできないって言われたら、基本ね、根の中に問題を起こすのって免疫が悪い、ただそれだけなので、もうね、根の治療って面白いんですよ。どんなに適当な治療されてても大丈夫な人大丈夫なんですよ。1本こう10万20万30万って根の治療じゃないとね、ダメだみたいなイメージあるんですけど、そこら辺の保険の治療でね、何千円でぐらいやってくれた治療でも、ひどい治療でも、もう何十年もね、症状なく持ってる歯っていうのはあるんですよね。だからその人のその後の体の状態にすごい左右されるっていうのが根の治療の特徴的なところになるので、治療の質だけではちょっと解決できないところがあります。逆の言い方するとね、治療の質はやっぱり最低限はちょっと必要になるので、とりあえずそこでもし問題がありそうだったら、専門医の先生に見てもらって、一回治療して歯はやりたがらないと思うんですけど、やってもらってできるかどうか見てもらった上で、できる範囲でやった上で次どうするか、あとはオペしてもらって、こうやって曲がってるとかで、ね、こう切っちゃうんですよ、バサッと。もう無理だからみたいな。そしたら根が良くなるというか、そこの炎症がなくなるっていうのがありますね。でもそういった治療に関してはそういう先生に相談してもらえればいいかもしれないですね。何回も何回もやろうとすると、そういう治療って難しいんですよね。人が治療したものをさらに治そうって、うんうん、本当難しいですよね。そうなんですよね。前の人の仕事ってやっぱりその人もそれなりに一生懸命みんなやってるので、根の中の炎症とかが実際どういった体の症状を起こしてるかっていうところで、その歯をいじるかどうかっていうのもちょっと考えないといけないですよね。やみくもにその歯だけいじるっていうのはちょっとなーっていうふうには思います。ちょっと状況を見てっていう感じにはなると思うんですけどね。まあそもそも根の治療にならないのがね、とても大事で、根の治療になったらもうね、その歯諦めてもらった方がいいんですよ。一回人の手が加わった以上ね、もうその歯なんとかしてほしいなんてね、おこがましいみたいな。おこがましい。まあ諦めろ、その歯はって。確かに。そうそう。根を腐らしたら誰よ。そう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 。それをね、もう藁にもすがる思いで来ましたみたいな。すがるなみたいな感じですね。だったらそういったのをすごい武田先生のところに行って、スーパードクターに見てもらってね、やってもらえばいいんですよ。だけどそのね、本質が分からない人、どうせその歯でまたダメにするんですよ、ちゃんと。一本ぐらい歯なくなったって、もう、一本っていうか全部なくなったって死にませんから。何を言うとるんですか、みたいな。ね、いや僕、根の治療が好きで、実はこの仕事をしてて、顕微鏡もあるんですよ。ユニットの横に、歯科の治療台の横に顕微鏡が置いてあるんですよね。だからこうやって持ってって、こうやって顕微鏡で見て、こうやって治療して、好きだったんですね。今はもう面倒くさくてやりたくないんですけど。専門医とかの先生とかは、いや、ほんと上手なんですよ。僕も専門医になりたくて、40までに専門医になるって言って、勉強してるんですけど、気づいちゃったんですよ、こういうのやらない。もう、こういうのがね、っていうのが。最初は何だったんですか、気づいた。いや、気づいたきっかけは、歯周病治療の勉強をこうしてった時に、口腔内細菌が歯周病の原因じゃないかってところまで来た時に、その先を見ちゃったからですね。あ、歯周病の原因、歯周病菌じゃないこれと思って来た時に、したらやっぱり違う方向に行くじゃないですか。そしたらやっぱり根の治療するっていうところはね、もう全然ちょっと手が回らなくなったっていうのもあり、やっぱりこれどんな治療したって結局悪くするも、そのまま維持してくれるのも、その人のね、体の状態次第なんですよね。だけど、そのリスクはある程度変えることはできますよ。
しかもどんなに徹底的に頑張ってやったとしてもっていうのがやっぱりあったので、顕微鏡ってねすごいやっぱ神経すり減らしながら結構大変なんですよね。もともと裏モデル作ったりとか僕すごい好きなんですよ、そういうの細かいのすごい好きなんです。だから歯医者はまあできないことはなかったのかなと思ったんですけど、20年やったら飽きますよね単純にもうね、だけどそういうのをやってほしいっていう人がいたら、まあ、僕でよかったらやりますよって。てかね、僕麻酔しないんですよ、治療怖みたいな感じですよね。僕麻酔しないんですよ。痛いとこ触っちゃダメだっていう考え方なので、痛いとこ触らないです。痛いって言ってくれたらもうそれで終わりなんですよ、そこまでみたいな多少やっぱり痛みが出るかも出るかもってお互いもうハラハラしながらやるわけじゃないですか削ってる方も削られてる方もいつ来るいつ来るみたいなそんなんでやってるからね、こっちもね神経すり減らすんですよ。いや相手がね痛い人が一番かわいそうですよ、そりゃ痛いのキャッみたいな嫌だと思うんですけど、痛がられるのもね相当ストレスですから、悪いけど先生痛いみたいに痛かったみたいなんていうのもやっぱり相当ね嫌なんですよね。だったらやりませんみたいな今なっちゃったみたいないやだけど痛いところで止めても大丈夫っていうか、痛いところで止めるべきだっていうのが自分の中でもう腑に落ちたので、それでそれができる。だって昔だったらそれできないですよ。痛いってなったら麻酔して取らないとなんないとか削って取りますもんって、意地でも。それが取らないとダメだって習ってきてるから、やっぱり神経出たら神経取りますよ、それバーンみたいな。だけどそれをやんなくていいんだみたいな思うのを知ってからはやらなくなりましたね。むしろ何もしなくていいじゃん俺みたいな感じで。あの歯磨きの回数とかってそもそも歯磨きしなくても大丈夫なようにしてもらいたいけど、やっぱり口の中気持ち悪いじゃないですか。だから気持ち悪くなったら適当にやればいいんですよね。僕はまあ夜に1回磨いて、あとは朝やっぱりニコって笑った時にさっき食べた焼きそばの海苔がここについてたらかっこ悪いじゃないですか。それはやっぱり取らないといけないので、もうちょっと口中にほほって笑えばいいんですけど。なので予防として治療よりはエチケットですね、エチケットですね。だからその時に例えば歯磨き粉を使ったりとか、何か余計なものを使うと口の中のせっかくある唾液とか本来の守っていたものもなくなっちゃうので、何かを使わないといけないという感覚は全くないんですよね。歯磨き粉は基本いらないんですが、何か使いたいって人がそれでも先生何か使いたいんですよって口の中すっきりしないからみたいなねっていうのは、その時は僕は食べれるレベルの歯磨き粉っていうので、中に入ってるものがある程度安心できるものの方がいいのかなっていうのはちょっとありますよね。あとまあ汚れを取りたいとかって、その目的に合わせたものを使わないといけないので、それはその都度考えていかないといけないかなというふうには思います。毎回歯磨き粉をつけるとかっていうのは、それはちょっと使い方がやっぱりその状況に合わせてないなというふうには思うんですよね。汚れ取るって言ったって汚れのつき方によって頻度とね違うじゃないですか。つきやすい人とつきにくい人で使う量とかも違うわけなので、まあ、そこはやっぱり考えないといけないかなとは思いますよね。基本だって着色汚れだって口の中がね自浄作用が唾液が働くわけですから、そんなにつかないはずですよね。ってことで、つくってことは多分なんか問題があるのかなというふうには思いますよね。常になんか運動したりとかして口の中が乾燥するような人は、乾燥による汚れっていうのはつきやすいかもしれないですよね。ジェムペースト、あ、そうそうそう、ジェムペーストっていうのは僕も使ってます。確か名古屋の会社じゃなかったかなと思うんですよね。そう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 、それがまあ殺菌効果とかいろいろこう歌ってる部分もあるんですけど、天然成分で基本的には、でも口の中の細菌とかっていうのはご自身の免疫というか体の状況に合わせて細菌が育ちますから、殺菌したって無駄です。その場しのぎを繰り返しても意味がないので、まあ、そういったことは狙わなくてもいいかなとは正直思いますね。質問です。日本人は長年畳の上で生活をしてきましたが、現代はテーブルや椅子などを利用した生活スタイルになったことで、歯並びなどへの影響は出ていないのでしょうか。それもまたなんか調べて、それをこう僕に試してるわけですねだって食べる姿勢っていうのはとても大事だと思います。座り姿勢ってやつですよね。今もうこうやってテーブルに座るのがもう当たり前になっちゃったので、足を地にしっかりつけて寄っかからずにやや前傾で、水落ちくらいの時にテーブルの位置を持ってきて食べるっていうのはとてもやっぱり大事なことだと思います。結局ね、体のこういう姿勢、こっちテレビ見てこうやって食べるとかっていう姿勢も筋肉の使い方っていうのは大きく変わるんです。咀嚼であれ、嚥下って飲み込みであれ、呼吸であれっていうのも筋肉の使い方が変わってしまうので、極端な話寝転がって食事すると最初は食べにくいんですけど、いつか食べれるようになるんですよ。っていうのは、いつかもかかんないかもしれないですからね。もう次の日には食べるようになるかもしれない。
それはね、使い方を覚えるんですよ。そういう寝っ転がって食べる方法をマスターみたいな。だけどね、そのマスターした方法は人間としてはね、正しい機能の方法ではない可能性があるんですよ。ってことは、機能は筋肉によってされてるっていう部分がありますので、筋肉が正しい動き方をしないと、もうあらゆる問題が起きてくる。子供は成長できないでしょうし、大人は衰えていくでしょうしって。だから子供が今飲み込み呼吸咀嚼っていうのができないっていうのは、今老人に起きてる問題と一緒なんですよ。子供はこれからこうそれができていくようにならないといけない。でも大人はこれから衰えていく。しかも今の食事もしくは生活だと、どんどん衰えていくスピードが速いんですよ。だからそういったものを食べれるようにするトレーニング、飲み込みできるトレーニングするっていうのは、もう子供と大人っていうのは、老人とかっていうのは同じことやるんですよね。歌を歌ったりとか、ベロの体操とかっていうのは、老人ホーム行くのと、僕らうちでやってるような子供のプログラム、こういった筋機能のトレーニングのプログラムっていうのは同じことやってるんですよ。終わってますよね終わってるんですよ本当に。今もうそんな時代ですよ。それを歯並びだけ見て、ああ歯並びだけ直さなきゃって聞いてるんですけど、歯並びだけを直しても、その後ね、健全に育っていくことはね、不可能ですよね。だって呼吸と飲み込みと咀嚼できないんですよ。生命活動じゃないですか、これって。っていうのを話をすると、嫌な顔してお母さんを逃げていくんですよね、これはい、ありがとうございましたみたいなまあそんなもんですよね。口呼吸のお子さんは多いですよね、実際。昔子どもの幼稚園で PTA やってた時に、卒園式とか入園式とかで横にこうやって座ってるじゃないですか、見てるじゃないですか。やっぱり立ち上がった時にね、子どもたちやっぱりつま先が結構上がってるんですよね。でもね、かかと重心なんですよ。すごいかかとに重心なんですよね。そしてね、やっぱり姿勢が悪くてね、口がポカンと開いてるっていうのは、すごいやっぱり印象に残ってるなというふうに思います。知らなければメニューはつかなかったんでしょうけど、やっぱりちょっとそういうふうな目で見ると、あ、本当に今の子供たちってそうなんだなっていう気はちょっとしましたね。はい。歯周病菌、虫歯菌について。まずね、虫歯菌、歯周病菌を考えない以上ですね。もう考えるだけ無駄ですよ。無駄。うん。菌は原因じゃないです。結果ですから。ですです。結果ですから。ね、面白いんですよね。口の中にいる細菌って免疫も確かに関係あるんですけど、知らず知らずのうちに餌を与えてるんですよ、僕らって。要はね、ペットなんですよね。だからここにいるペットたちにね、どんな餌を与えてるかっていうのが、僕ら口の中を見るとね、おおむねちょっと見えてくるんですよね。分かりやすいので言うと、肉食のねペットと草食のペットがいて、肉食の方は肉食のペットばっかり増えるんですよ。草食のペット増えないんですよね。でね、草ばっかり食べてると草食のペットが増えて、肉食のペットが減っていくみたいな。っていう、口の中の細菌層をどう作るかっていうのがとても大事になるってことなんですよね。だから虫歯菌、歯周病菌が何とかっていう、もし話をするのならば、そういったペットを増やす食べ物を食べてるっていう可能性はものすごく高いってことですよね。結構これは Facebook の投稿でも書いてるとは思うので。じゃあどうするかってところだと思うんですよ。ではどうするのか、そこですね。ではどうするのか。うん、質問です。詰め物が取れてもそのままでいいですか？でも詰め物取れたら物挟まるじゃないですかじゃあ別に埋めてりゃいいんじゃないですかみたいな。虫歯予防とかそんなのは関係ないですよ。詰め物が取れて染みるのであれば、原因は詰め物が取れたのが多少一理あるんですけど、そもそも取れても染みないのが本来の姿なので、染みるって時には体に問題がありますから、染みるから詰めるんですっていいんですけど、その染みる状態っていうのを解決しないといけないですよね。だから虫歯を放置していいんですかとか、詰め物をそのまま放置していいんですかっていうのは、自分で線引きしちゃったらいいんですよ。詰め物をするのは見た目に問題があって、どうしても心理的に直したい、解決したいっていう時にやるのが一つ。もう一つはね、機能的に問題がある時は、物挟まって気になる、もうなんか煩わしいみたいな、いや苦しそうだみたいな、そういった時にやればいいだけのことで、それ以外詰める理由って、ね、あんまりないんですよね。だから僕らが口の中見て、たまに穴開いてるとこあるんですよ。そしたら患者さんに、ここなんか虫歯があって穴開いてますよって時に、え、そうですかって言った時には、僕はね、あ、でも詰めるかどうか好きに決めてくださいと、っていう、まあそんな話をするんですよね。特に穴開いてない虫歯で、歯と歯の間に透けて見えるような虫歯に関しては、あえて詰めるっていう話はしなくて、どうしますかっていうこと、要は止めればいいじゃないですか、虫歯なんてね、っていうことですよね。良い歯医者と悪い歯医者の見分け方まあ僕が良い歯医者か悪い歯医者か見分けてくださいみたいな良い歯医者前提でいきましょう。良い歯医者前提で言ってましたね、確かこれ、はい、僕見ましたこれ、
固有歯医者前提みたいなね。でもよくよく本当分かるのは、大体混んでる歯医者ダメだと思います。だって治ってないもん、ね、だって歯医者僕必要ないって言ってるのに、歯医者に通わせてる時点でそれもう嘘丸出しじゃないですか。ライスワークですよ、ライスジョブ。あ、もう輪廻もクソもあったもんじゃないですかね。ほんと嫌い。本当嫌いって、うん、つむさんからよく聞きます。本当嫌い。マジですか、それ。はい、やばいやばい。真似してるみたい。いや、けどやっぱりね、何なんでしょうかねっていう感じはしますけどね。でもそれは人によってその感じ方っていうのは違うので、自分自身でその歯医者さんに行って、ああ、この先生すごいいいなと思う先生に見てもらうのがいいと思うんですよ。いいか悪いか、その人に合うかどうかっていうところがとても大事なので、僕のところにも来てもらってね、あ、こいつ狂ってると思ってる人もたくさんいると思うので、それはそれでいいかなと思ってるし、どうしても僕がいいっていう人が一人でも二人でもいてくれたらいいなと思ってるから。食うためにやってる仕事ですよ、そんなの。あー、よだれ、いい質問。よだれが出る子は、たくさんよだれが出てていいんですよ、みたいな、言うのあるじゃないですか。嘘つけみたいな。あれはね、飲み込みができてない証拠なんですよ。でも園芸はうまくいってない。もう結局ね、授乳もうまくいってなかったでしょ、みたいなところまで行くんですけど、そういったところで結構中耳炎にもなりやすいです。だから、そのよだれが出てくるからっていうのは、やっぱりね、口が開いててっていうのもあるんですけど、飲み込みができないから、口から出てきちゃってるっていうのがありますよね。大人になってはもう飲み込みできてない人は飲むんですけど、このままお構いなしに出すじゃないですか。やっぱりそれは一つのサインですよね。飲んでくださいね。ちょっと冷めてきた感じしましたか、今。ちょっと真面目になってきた。ちょっと冷静さが。ちょっと冷静さがね、そうですよね。そうそう、やっぱりそう思った。ちょっと冷静さが垣間見えました、ね。そうですよね。ちょっとまともになってきちゃったなと。質問です。顎関節症です。日によって調子が違います。原因は何でしょうか。食事は気をつけているつもりです。まあ、微妙に頭の重心の位置が違うんでしょうね。顎関節ってもうブランコなので、その頭の位置によって顎の位置って変わっちゃうんですよね。だから上向くと噛み合わせ変わるのと、下向いたら噛み位置変わるのと、もう横向いたら変わるのとみたいなっていう感じで変わるので、多分そういったこう筋肉の緊張とか、それ全身的な話ですよ。で、姿勢の重心の位置が変わり、頭位が違うからだとは思います。もしくは使った後とかね、そういった風な何か特別なことがあればよくよく変わるとは思います。日によって変わるもんですよね、こういったのはね。顎関節症はもう一生治んないので、うまく付き合っていくようにしないといけないですよね。うまく付き合うっていうのは、悪くならないように何かをしないといけないので、今まで通りじゃダメだってことですよね。顎関節症に関わる食事では、骨とかはちょっと引っこ抜くと、自律神経の乱れないような食生活をするっていうのはとても大事だと思います。寝てる間の食いしばりとか当然起きてるんだと思うので、寝る前2時間前は水以外何も食べるのやめましょうとか、そういった血糖が安定するような食生活っていうのは大事だと思いますね。それに限った話じゃないですよね。姿勢は僕も勉強してるところなので、あまりはっきりはよくわかんないんですけどね。やっぱり筋肉が複雑に働き合って出てる結果だと思うので、ちょっとこうわからない姿勢っていうだけでストレートネックって言われてる人も、僕はだいぶ足裏とかってます。あ、だと思います。土踏まず、まあ、要するにアーチを作るだけで噛み合わせの位置が変わるってそういうのを、なんか足の勉強した時に、だいぶ前に習った時に、そうなんだってそれで終わったんですけど、だけどその後全身のその筋肉の勉強してたら、つながってるっていうのがタイツみたいにつながってるんですね。どうやら全身のこの上から下まで、そういったので、こういったところっていうのは全部引っ張られてるっていうのは、もう足までつながってるっていうのを習ってて、現在進行形でそうだから、これ以上わからない。はいなるほどなとでも思いました。はい、だからね、子供たちの姿勢がとにかく悪いんですよ今。もうあれね、やっぱり呼吸治らないというかね、呼吸の改善がね、なかなかうまくいかない。呼吸のトレーニングうちの院ではやってるんですけど、やっぱりね、あれは呼吸を単純に解決するというのは、姿勢をうまくやらないといけないので、自宅での子供たちの食事のさせ方とか座らせ方、もうずっと座ってるんでしょうけど、やっぱりちょくちょく体を動かして子供らしく育てるというのはとても大事ですよね。口呼吸になるのも、それが楽だからなってるんですよね。
そうなんです、苦しいんでしょうね。なんかさっきね、口で閉じると鼻で息できないっていうのがあったんですけど、それをねやっぱり解決しないといけないですよね。だからできないじゃなくて、それを解決しないと前に進まないですよ。質問です。昔神経を取った歯を維持したいです。歯茎が痩せる隙間が空くのは食事で防ぐことは難しいですか？自然の流れに逆らうのはもう無理だとは思うんですよね。加齢とともに歯茎が確実に痩せるっていうのはもう避けれないですよ、こればっかりは。病的に痩せるのではなくて、加齢的に歯茎が下がるっていうのは少なからず機能させてる以上、やっぱり起きるとは思います。で、それ以上に病的に隙間が進むっていうのは、過剰に働かせすぎ、食いしばりとか歯ぎしりとかで、過剰に歯に負担をかけてるケースは、スピードが早まるでしょうし、特にこれ神経取ってある歯っていうのは、歯の防御作用っていうのが、歯髄から、歯髄って神経ってね、血管と神経が通ってる歯の中にある神経の部分があるわけなんですけど、そこから防御反応が働かなくなるので、神経が取った歯はとにかく歯周病は進みやすいのは間違いないです。ですからそういったところをうまく維持するっていう意味では大事に使うしかないのと、歯周病とかっていうのが進まないような体を作るっていう意味では、食事を気をつけるっていうのは当然意味があることだと思います。カレーはねどうしてもあるんですよね。その人に合った食生活っていうのを探しながらっていうふうにはなるとは思うんですけど、面白いのは美容、お肌に気をつけてるような人ってやっぱりすごい健康なんですよね。外側をきれいに塗ったりとかする美容っていうのはちょっと話にならないですけど、体の内側から本当に健康になろうとする人っていうのはものすごく健康的ですよね。僕はやっぱりスカイテンとかを見ても血管の状態もやっぱりいいし、自律神経もすごくバランスが取れてるし、虫歯なんて当然できないしっていうのはもう共通して出てくることになるので、虫歯だけ予防しよう、肌だけきれいにしようとか、そういったのはちょっと無理なんじゃないかなっていうのはお分かりいただけるかなとは思いますね。きれいになろうとすればいいんですよ、女性の方は。きれいなお肌で若々しく見えるようになりたいみたいな、そうするとね絶対虫歯できないですから。虫歯になることしてたらめっちゃ老けますからね。虫歯と免疫についてって、虫歯のある人はすごく免疫が良くないですよっていうのはまあよく言われてる話でありますけど、僕は免疫もとても大事で、それとね合わせて考えないといけない血糖なんですよね。血糖のコントロールがうまくいってないケースの方が虫歯の進度っていう進み方っていうのは鋭く進む印象をとても受けるんですよね。だから甘いもの好きだっていうのは、甘いものが歯溶かしてんじゃなくて、体の中で血糖がね急激に動くからね、虫歯が急激に進んじゃうんですよね。みんなが思ってるバイ菌が甘いもの溶かして歯を溶かすっていうのは、いわゆるね三色症でね、右食症とはちょっと違うよなと思うんですよね。あれだとねまんべんなく全体が溶けるんですよ。だけど局所的にギャーって進むじゃないですか、虫歯って。もう腹立つぐらい深くいくじゃないですか、なんでみたいな痛いしみたいなっていうのはね、正直ねそれじゃ説明つかないんですよ、うん、質問です。去年ステロイドを半年間飲んでいた時があります。医者にその影響によりビタミン D と骨量を増やす薬は飲み続けた方がいいと言われましたが、食事では補えないのでしょうか。またそのステロイドを飲んでいたことによる影響は歯や歯根にもありますか。飲み続けた方がいいと言われましたが骨粗しょう症だったらいらねえじゃんよ。僕は言えない、食事では補えないのでしょうか。食事だけでは補えないと思うけど、食事は確実に何かしないといけないじゃないですか。だから今何が問題があるのかどうかも分かんないから、今の食事をまず一回確認をするというのは確実に必要ですよね。ねえ、これはね多少ない歯には影響は出るとは思いますが、もうすでに出来上がった普通の骨と違ってあまり代謝っていうのが起きないんですよね。だから新しい歯に入れ替わるっていうことがないので、出来上がったものを維持するっていう意味では大きな影響は正直受けないんじゃないかなというふうには僕は思いますね。歯石とか結構つきやすいんじゃないかな、そういったステロイド飲んでるってことはね。だから今でもやらないといけないことは、このビタミン D とアレンドロンってやつ飲んでるっていうことは、それをねやめるにはどうしたらいいのかっていうのを考えるのがまず第一ですよね。その上で歯を守るっていうのは特別なことしなくても、普段普通の生活に戻ればただいいだけのことなんじゃないかなというふうには思いますけどね。特別何かっていうのはあんまり思いつかないな。虫歯になった時、まあならないのがいいんですけど、虫歯になった時に歯にはね再生っていうか、増毛質は新しく作られるっていうのがあって、
って、それにはね、骨と同じような代謝を考えるっていうことが必要になるんですよね。で、その時にビタミン D であるとか、ビタミン A であるとか、ビタミン K であるとかっていうところが、あと微小ミネラルっていうのも必要な部分があって、それらが血液から供給されてるのかっていうところがとても大事になってきます。だから何を食べましょうっていう話はしないんですけど、そういった広く浅く食事がうまく取れてるのかどうかっていうのが結構大事になってくるので、いや、私朝からね、パンと牛乳飲んでて甘いものたくさん食べてるんですみたいな話になるとちょっともうスタートが切れてないので、食事をまずどういった形で組み直していくのかとか、今の食事の見直しが本当に必要なのかどうかとかっていうのを見ていくっていうところから始めないといけないんじゃないかなというふうには思いますよね。だから、歯周病の方が問題があると思います。虫歯にも栄養素の供給源がないので、なりやすいっちゃなりやすいとよく言うんですけど、実際にはね、やっぱり歯周病とかの方が影響を受けやすいんじゃないかなというふうには、僕は思いますね。ていうかさ、虫歯と歯周病とかっていう問題じゃなくないですか、これ。そう。と思います。なんかね、歯の話って、結局、体の病気なんですよ。歯のことだけ見ててもね、結局体直していかないと歯だけが悪くなるってことはやっぱりないんですよね。歯周病は歯が抜けるから怖く感じますよね。でも抜けるまでにね、いろんなサインは出てるんですよ。急には抜けないですもん。いや、そう、急に抜けたって言うんですけどね、受けますよね。急には抜けませんよ。抜けませんよ、本当に。絶対なんかあるんですよね。歯並びと健康は、歯並びが悪いと不健康になるみたいな話って多いと思うんですけど、そうではなくて、あ、それもそうかもしれないんですが、歯並びが悪くなる体の状態がそもそも不健康ですってことなんですよ。不健康だから歯並びが悪くなるんですよ。だから子供もそうです。歯並びが悪くなる子供は育て方がね、うまくいってなかった結果なんですよ。だからそこで大人がこれから生えてくるんですよねって、それだけはなんかうまくいくように何かできることを今からやりましょうよっていうのが噛み合わせ、歯並びを作るための子育てってことになるんですよね。結果的になんかうまく噛みにくいとか干渉するとかあるかもしれませんけど、人間はその歯並びに順応しますから、それでどうしても引っかかる歯はその歯はもうおかしくなって抜けますから、どうせ邪魔な歯は、うん、したらそれで終わりなんですよ。だからそういればでも100歳まで生きてる人たくさんいるじゃないですか、うんうん、どうして歯がないと健康じゃないとかって言うんですかみたいな。歯がなくても健康な人はいるんですよ、うんうん、どっかでね切り替わるんですよね。何かがルートが変わるんですよね。違う道に必然的に行くんですよ。それは入れ歯になって歯があった時のように噛めなくなって、噛むものが変わった、食べ物が変わった、そもそも食べなくなった、いい方向に行ったんじゃないですかみたいな。だけど噛めないとかって文句言うんですよ。食べれないって文句言うんですよ。入れ歯で食べようとするなっていう感じですよね。だって入れ歯になること自体もう噛むな食べるなっていうメッセージなんだから、ね、何を言うとるんですかみたいな。だから歯があるのは全然構わないんですけど、歯がなくなったことのメッセージをどう受け止めたのかっていうのがその後に現れてきてますよねと思ってます、僕は。これ今まで言ったこと全部僕の勝手な考え方ですからね。僕の言ったことに対してセカンドオピニオンを他の先生に求めてください。僕ね、何年か前に70過ぎぐらいの人で30年間入れ歯なかったって、そう入れ歯の人で、なんで今更入れ歯欲しいんですかって言ったら、いや、なんかそろそろあってもいいかなみたいな。ほんで作った後に来た時に使ってますかって言ったら、いや使ってるよって言って、でも食べる時は外してんだわみたいな。あみたいな。あみたいな感じですからね。でもその人70まで来てすっげー元気そうだし、体見てないからわかんないですけど、でもそれはそれでいいですよねって思いますよね。歯ってなくても生きれるんですよ。人によってはね、歯がないと一本でもなくなるとなんか問題が起きると思ってる人いるかもしれませんけど、歯なんて全然前歯だけこうやって残ってる人でも全然元気な人もたくさんいるし、どこで噛んでるのみたいな人でも全然元気な人たくさんいるってことなんですよね。そして歯医者に来ない、うん、質問です。歯が抜けることについて教えてください。抜くっていうのは僕らが抜かない方が、自然に抜ける分には勝手に抜けてくださいみたいな感じなんですけど、やっぱり僕らが抜くっていうのは自然の流れに逆らって抜くわけじゃないですか。抜けるのは必要ないから抜ける、何か病気だから抜ける、ない方がいいから抜けるっていうふうになると思うんですよね多分。高橋さんは自分の歯科医院でできるだけ歯を抜かずに治療されるんですか、うんうんうん、そうです。僕抜くのもそれがねちょっとね引っかかってて、僕ね本当抜かないんですよ。歯がこうやってあるじゃないですか、全部こうやってプラン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 ってしてるじゃないですか。噛めないじゃないですか、これあったらもうダメだみたいな。そうなった時どうするかって言ったら、こうバサッと削ってなくすんですよ。だって
これを他の先生が見た時にどう思うかですよね。あ、だから僕岩場とかこうやって作った時に根っこが残ってる歯ってたくさんあるんですよ。ただそこに問題は起きないですよねってことですよね。だけど問題ある人は、そういう風になる人はまた根っこだけにしても周りにね歯茎腫れたりとか根っこになんか問題起きたりとかするわけなんですよ。それでいよいよ抜いてほしいってなれば抜きましょうかって話になるんですけど、今あんまり3回打った人とか僕抜きたくないのでまたハードルが増えちゃったんですよね。もうめんどくさいなと思ってはいるんですけど、ある程度だったら虫歯が自然治癒するみたいな話ってあるじゃないですか。 C1 程度だったら治癒するけど、まあ、C1 が虫歯っていう認識もどうかなっていう前提があって、実際どの程度だと治癒するとかっていう目安はあるんですか？治癒は基本的に、ね、目に見えないところがほぼ治癒してるっていうふうに考えた方がいいですね。歯の中の話ですよね。要はそうです、なくなったところがまた盛り上がるってことはありえないので、歯の中にある汚染された増毛質って、要は細菌感染、細菌がバーッと侵入していて歯って溶けるんですけど、そういった感染してしまった歯の部分に関してはまた無菌化することができるってことですよね。無害が起きるってことですよね。そして新しい歯の増毛質っていうのが神経側にできるんですよ。そしたら虫歯からね、ちょっと神経が遠ざかったように見えるんですよね。神経小さくなるだけなんですけど。また白い歯に綺麗に戻るってことはないですよね。ただ歯の表面のエナメル質は再生回化っていうのが起きるので、食事の都度歯っていうのは脱回っていうのが起きて、歯が多少顕微鏡レベルは溶けてるんですよね。それがどうして歯の形が変わらないかって言ったら、唾液が再生回化っていうのをその都度起こしてくれていて、帳尻を合わせてくれてるっていうのがあります。だから歯が表面がちょっと白っぽくなってきたっていうのが、いわゆる C0 とか CE とかなんか病名で言うとあって、C1 にもならない段階です。そこの段階だとね、唾液の力で一応元に戻るっていうのがあるわけなんですね。でもそういったこう段階に分けても分けなくても結局何もしなくていいんですよ別に。だからその人がその穴の大きさで物が入るとか、なんか物が入った時にもう痛いとか歯茎に挟まるとかなんとかってあった時に初めて、じゃあそれを詰めますかどうしますかって、もしくは見た目がね、口開けたらかっこ悪いから神秘的に何か解決したいっていう、そうやって目的があるかどうかっていうところですよね。虫歯を治したいんだったら、まず虫歯っていうのは歯の病気ではなくて虫歯症っていう体の状態のことを言うわけであり、それをどういうふうにこう解決していくかっていうところだとは思います。はい。皮膚みは入れ歯をすると将棋負けるらしいです。これはね、スポーツ選手にも結構言えていて、歯並びが悪い子がすごい調子いい人が歯並びをきれいに直しました、見た目を、そしたら成績が下がるっていうのはよくある話です。要は歯並びはその人の体のその重心の位置に合わせてこういった風に出来上がるわけですよね。それを変えることによって体の軸の位置が変わってしまうからね、調子は崩すでしょうねっていうのはあるでしょうね。だってその人に合わせた位置に歯ってできてるんですよ、歯並びが。それをあえて解決するっていうのはやっぱり見た目を直したいとかっていう、何かを犠牲にして見た目を直したいですかというふうになりますよね。それが本当に邪魔だったら勝手になくなりますから、いずれ、うんうん、まあ鍼灸やってるとよく聞きますね、綺麗に矯正すると肩こりとか頭痛がひどくなったっていう話はよく聞きます、うんうん、はい、ね、そうですよね。いじるな、危険ですよ質問です。食いしばりをしていてマウスピースをするように言われました。マウスピース以外の治療方法はありますか？マウスピースは治療方法ではありません。マウスピースはただその時の力を逃がすためのほんの本当にその場しのぎのものなので、入れることには一定の意味がありますが、次の段階としてはマウスピースをやめるような方法を考えることがとても大事です。そこの指導をしてもらうのがとても大事だっていうことなんですね。でもまあ一般的には食いしばり治療っていうのが保険診療の場合マウスピースとかそういった治療になっちゃってるので、そういうふうに思われるのは仕方ないのかなというふうに思いますが、マウスピースを入れたらどうなるかっていうと、マウスピースをして食いしばるようになるんですよ。食いしばり自体はほとんど治んないんですよね。筋肉は多少伸ばされるので少し楽になるかもしれませんが、食いしばりは治らないので、これは食いしばりを治す治療に次は移行するという次の段階に入るということですね。それで食いしばりがなくなればマウスピースを卒業しましょうって、そういった風に考えてもらえるといいと思うんですね。これゴールにしちゃうと絶対にはまるので気をつけてください。っていうのは僕ね、マウスピースしてたんですよ。もう何回も作り直したんですけど。してたっていうのは食いしばりで、自分で。今自分の患者さんにもマウスピース作りますよ。もうやっぱり今食いしばってる、現在進行形で食いしばってる人は、やっぱりその力をとりあえず軽減してあげないと、分散してあげないと、やっぱりちょっといけない。急にはなくならないんですよ、食いしばりって。なので、なくなるまでの間、これをちょっと使えておきましょうっていうのはとても大事だと思います。僕も使ってたんですよ。それ今使わなくなったんですよね。そう、ようやくっていうのは足の勉強するようになってからです。要は体の重心を勉強した時に、
でも重心ちょっと勉強するだけで本当食いしばりが軽減したので、それはぜひ皆さんにねやってもらうといいなっていうふうには思うんですけどね。はいね、そうそう、親から子へ虫歯が移るって、まあね、よく感染の窓とかそういう言葉を言うとやっぱりなんかちょっとやだな。感染しやすい時期みたいなのはあるんですよ、確かに。ですけどそれはね、むしろ感染症として捉えてるからっていう話だけであり、細菌が原因だって言っちゃってるからそう思うのかもしれませんけど、スキンシップですから、そんなの親と子供なんてね、十分やってくださいよ、バンバン。その方が子供はねちゃんと豊かに育ちます。心豊かにね、成長の上では絶対それが必要なので、たかが虫歯予防するためにそんなスキンシップを犠牲にするなんても信じられないみたいな。子供育てんなみたいな感じ。ねえ。お子さんは。僕3人いて、よくお話をするときに、なんでそういえばこういった先生、そういった食事とか気をつけるようになったんですかみたいなときに、うちの息子の話するんですよね。長男の話。今高校3年生なんですけど、彼はね、小学校3年生ぐらいのときにね、虫歯ができたんですよ。入試に。で、一回詰めたんですよね。そしたらその後また虫歯が広がって、神経取ったんですよ。ウケるみたいな感じなんですけど。その時は僕はね、まだまだあれだから、その時どうやってするかって言ったら、普通にまあ治療しますよね。いかにね、歯科検診で虫歯と見られないように治すか。バレないで治すかってことなんですよ。好きだからそういうの作るのが。それで検診の後に、ほら、ゼロできたべって。ってやるんですよ。バカ親みたいですね。でも歯もねリアルに作ることができるんですよ、本当に。もう分かんないですよ、本当に。でそうやってやってたんですよね。だけどね、だけどその後どうなったか、花粉症が出てきたんですよ、子供に。うちの息子、雑草アレルギーってやつですよね。でサッカー少年団入ったんですけど、サッカーだったら土手の周りでやって、草の上にこうやって寝そべったりしますよね。したら目が腫れたりとかしたよ、最初。それでまあなんかおかしいって、確かに麺類とかラーメン食べたらたまに痒くなるとかって言ってて、あ、小麦とかもダメなのみたいな。ちょっとアレルギーっぽかったんですよね。そしたら中学校でサッカー部入った時に、グラウンドがね、芝生だったんですよ。したらだんだんひどくなってきて、もう学校自転車行く時に河原をね、雑草の周りを行くだけで息苦しいとかって、もう行ったらいきなり目腫れてきて、もう保健室に直行みたいな風になってきて、ひどくなってきて、何かに行くんですか？なんか行ったら、喘息だって言われて、吸入とか持ってきたわけですよ。なんか、で、とかすって、なんかなんすかあれですって、うがいしないとダメなんですね。やり始めてなんか知らんけど。でもその時にちょうど予防医学に入った時で、そしたらなんか明太子工場のおばさんは自分のところの明太子食べないとか、薬剤師さんは自分の親に抗がん剤使わないとか、なんだこれと思ってね、なんかもしかしたらこういった薬ってやっぱりおかしいのかもみたいなっていうところから疑いを持ってて、食事とかに入ってたわけなんですよね。そしたら、今思えばかわいそうなんですけど、単純だからすぐ僕も影響されるから、もうすぐおやつやめて、すぐパンと牛乳パンとやめたんですよ。それがね、やめたのが秋だったんですよ、10月ぐらいの。したら、もうわかんないじゃないですか、もうサッカーやってないから、冬だから、フットサルだから。したら次の春どうなったかって言ったら、全く症状出なくなったんですよ。ついでにどうなったかと。嫁さんの花粉症までなくなったんですよ。それまでずっと白樺花粉って、白樺って知ってます？北海道にはこの白い木の白樺花粉っていうのがあって、毎年毎年花粉症だったんですよね。そこはあんまちょっと置いといたんですけど、俺は息子のそれあれひどくてで、やっぱ食事とかもある程度、その時は今思えば全然ある程度だったんですけど、ちょっと改善するだけでそういった症状が全くなくなって、今5年ぐらい経つのかな、ずっと症状ないですね。だけどね、何が教えてくれてましたかって言ったら、小学3年生の時に虫歯がすでに教えてくれたんですよ、その時に。要するにもう生活狂ってるよっていうのを教えてくれたんだけど、僕は知らずに子供の手繋いで、いつも日曜日になったら子供連れてスーパーに行って、よし、今日100円までだぞって言って、おやつ買いに行って、なんとかドーナツってとこ行ってね、ね、ね、ジュースとなんとかっていうのを食べて、ね、美味しいねって言って食べて。毎週やってたわけですよ、毎週毎週ね、そうそう、それなんですよねっていうのがあって、今はもうだいぶ緩んで、やっぱりメリハリが必要だから、なんとかドーナツはちょっといかなくなっちゃいましたけど、おやつもどう考えていくのかとか、急にバンってなくなった時に困ったので、うちの場合はフルーツに変えたんですよね。フルーツに高いあれをちょっとおやつ、そんなビップじゃないんだから、やむなね、硬質かうちはみたいななるから変えたんですけどね。そういうのでやったわけなんですね。あ、飲みすぎ？いや、いい感じだと思う、っていうこと。質問です。いびきも噛み合わせに関係ありますか？いびきも噛み合わせに関係あります。いびき歯ぎしりは大体セットで起きるんですよね。結局、いびきは舌根鎮火
ベロの後ろに下がって顎も後ろに後退に下がってますよね。食いしばる位置と一緒なんですよね。だから普段食いしばってる人とか、いわゆる加害口語の子供とかってね、いびきをかいて歯ぎしりしてっていうのがやっぱりあって、そして口呼吸になりおねしょするみたいなねっていうのがまあ起きてくるっていうのは、呼吸の問題とかも同時に起きてきて、でも気づくのはやっぱり歯並びなんですよね。歯ぎしりしてても、いびきかいてても、意外とお母さんはそれを見て問題だと思わないですよね。だけど機能不全、成長不全の表れがもうすでに見えてるんですよってことですよね。だからやっぱり噛まないといけないですよね。反対抗合を良くするには、これどういった話してたのかな。これ反対抗合はおおむねベロの癖がすごく影響してるケースがすごく多いんですよね。舌壁、結局お子さんの場合は下顎が骨格的に成長してるっていうのはまずなくて、上顎がねうまく成長できてないんですよ。舌端抗合っていうところから上顎が成長しないもんだから、下顎がこう相対的に前に出てきちゃうんですよ。こうやってやるべきはね、上顎を成長させてあげるってことなんですよね。しかもある程度こういう風に来ちゃった時にもう噛めないもんだから、ベロがね下に落ちてる子はベロで下顎をこうやって前に押しちゃうんですよ。こうやって定位舌ってうんってなって、だから反対抗合の人はこうやってね下下なんですね。下下で何言ってるか分からなくなってくるんですよ、こうやって。で昔はこればっかりだったんですけど、今はねベロの力が弱い子は大体後ろに折れちゃうんですよ。ベロが下顎とくっついてるので後ろにあーって折るんですね。これすごい気づきにくくて、乳歯の大人の歯が入ってくる小学校入る前にこうやってイーって下がった時に下の歯が全く見えないっていう加害抗合って言うんですけど、これがすっごい多いんですよね今。反対抗合なんて珍しいですよ。むしろ本当に少ないですね。反対抗合っていうのは改善するのすっげー簡単なんですよ、乳歯のその段階であれば。改善しとくべきもので、今上顎が成長できてないから下顎前だって言って上顎成長させてあげないといけないって時には飛び越えないといけないじゃないですか。下顎前に出てるとね、上顎もこれ成長できないんですよ。4歳5歳6歳って上顎成長させてあげないといけない時期にこれね下顎が邪魔してね成長させてあげないもんだから、3歳以降に下顎が成長してない反対抗合を放置すると上顎はもう成長するチャンス失っちゃうんですよね。なのでできれば早期に、3歳はちょっと難しいんですけど4歳ぐらいになったら反対抗合だけでもすぐ改善させてあげる。これはマウスピースだったら簡単に改善できるので、うん、そしてベロの癖を取り除いてあげる。反対抗合はせっかく改善したのにベロの癖があるとまたねガッて出てきちゃうんですよ、押しちゃうから、この癖があるか、そういったところねとっても大事なんですね。でも本当食べ物に紐づくところっていうのはいろいろなところに紐づくので、単に食べるっていうだけではないんですよね。いやマスクはね、マスクに対する意味があるのかないのとか、そういうことを話すのはもうどうでもいいことであり、そういったことで議論してもしょうがないんですけど、この間飛行機に乗ったらマスクしてください、マスクしないと飛びませんみたいなこと言われて、はあ、はあ、みたいなね、マスクましたわけなんですけど、ね、飛ばないっていうんだったらみたいな、脅迫かみたいな感じですけど、だけどその後に余計なこと言われたんですよね。他のお客様の快適な飛行に影響が出ますのでって、はあ、みたいな、俺マスクしてなかったら快適じゃないっていうのみたいな、なんで快適じゃなくなるのっていうの、不安とかなんとかっていう話じゃなくて快適じゃなくなるなんて初めて言われたの。いやマスクしますけどって、飛ばないって言うんだったらしますけどって言って、でもこれ意味はないのは分かってるんですよねみたいなね、ルール的な感じするんですよねって言ったら、いやマスクは意味がありますって。そうですかみたいな感じね、いやいやいやみたいな感じでちょっと思いながら飛行機乗ったわけですよ。1時間半ぐらい、もう頭の中でこれちょっともう許せないと思ってで降りた時にですね、チーフパーサーの方に、降りる時にさっき俺にマスクしろって言った CA さんとチーフパーサーの人3人で話し合うからって、いやこれね乗る前に言うとね飛ばないんですよ飛行機。これね降りた後言うのがポイントなんですよこれ。久々ですよ、もうずっとしてたからマスクしょうがないから。そして降りた時にちょっと言いたいことが3つありますととりあえず3つありますと。1つ目はまずマスクしてくださいって言いましたけど、僕ね体調も何も聞かずにマスクしろって言いましたけど、マスクした瞬間に倒れて死んだら責任取るんですか、マスクできない理由が何かあるんですかっていう確認をしないっていうのが今のやり方なんですか、そう、なぜ確認しなかったんですかっていうのを言ったんですよね、まずそこ。まあそこでまあいろいろ言ってきたんですけど、まあちゃんとした答えは出てこないですよね。うっかり言い忘れましたみたいなことを言いますよね、そんなのね、当然。いや、それはね、言い忘れたのではなくって、もうすることがルールになりすぎていて、当たり前になりすぎていて、する前提で言いましたよね。いいです、次行きます。2番目ですって。
そこ言ってもしょうがない。で、ね、快適じゃないって言われたんですよね。僕がマスクしないと快適じゃない。それずっと根に持ったんですよ。それがずっと乗ってる間。ずっともうね、許せなくて。これね、完全に俺に対する侮辱です。他の人が不安になるって。いや、そもそもね、不安になるのはね、他の人の問題であり、不安に思う人の問題であり、俺の問題じゃないし、マスクして不安に思うこと自体、なんか問題がありますよね。その不安を払拭するようなアナウンスをしてくださいで、マスクは意味がありませんので、したい方は勝手にしてください。冬季は5分間に1回全てが空気が循環して綺麗になっておりますから安心ですよって言えばいいだけじゃんことじゃないですか。なんでマスクしないとならないのかみたいな話なんですけどね。で、いや、それはいいです。マスクをしないと快適じゃないって、ね、俺の存在が快適じゃないってことですかみたいな。いや、本当にひどい話だと思って。そう。いや、それはすいません。言葉の選び方を間違えましたみたいな。わかりました。それもいいですって。3個目です。3個目は、僕がマスク意味ないの知ってますよねって言った時に、マスク意味がありますって言い切りましたよねって僕に。一応ね、僕ね、医療者の端くれとして、大した医療やってないけど、医療の端くれとしてね、ちょっと詳しいつもりなんですよ、そこって。そこを CA さんのあなたに言われるっていうのは、僕知らないことがあるかもしれないから、その意味をちょっと説明してもらっていいですかみたいな。わざわざね、知らない人に根拠を示してくださいなんて言い方しませんよ、今更こんなのね。どうせないの知ってるから。だけど、意味がありますって言った以上、その意味を説明してもらえたら困るって。なんて言ったと思いますか？今は説明できませんって言ったんですよ。その資料がないからみたいな感じでね。ああ、いいですよ。いくらでも待ちますよ。今週中にその資料を僕に送付してもらっていいですかみたいな。いや、私の方からではなくて、それに対応するカスタマーセンターみたいなのがそこからって。いやいやいや、これは私とあなたの問題ですから。そこチーフパーサーいたから。チーフの方もそう思いますよねって言って。大人として仕事してますよね。そんな自分の言ったことに責任を持たないの仕事のさせ方指導してるんですかみたいな。おかしいじゃないですか、こんなのって言って。ちゃんと説明してくださいよ。一週間以内ですからね。これもう降りてから20分くらい喋ってますから、みんな待ってるからって言って、向こうでタタタタ走ってきたんですよ。タタタタって違う人が。話しすぎだ、お前みたいな感じで来たので、早くやめろみたいな感じで来たから、まあいいですよ。とりあえずここまで話したからって、一週間以内に送ってくださいねって言ったんですよ。したらどうしましたか？カスタマーセンターからメール来たんですよ。話違うじゃんみたいな感じですね。それでその返信したんですよ。もうどうでもいいから、これちょっとSNS で上げていいですかって。返信来ないんですよね。以上です。でもね、どっちにしても何も対応できないのは分かってるんですけど、対応できないんだったらこれは強制ですって言えばいいだけのことなんですよ。マスクをしなければ飛びません。あなたは乗せてもらいたいんでしょって。雑魚なんだからマスクをしなさい、あなたはと。ね、したら飛びますよって。言えばいいじゃないですかって。ねえ。そんなお客様じゃないですよ。乗せてもらってるんですから、私はって。毎回毎回お金を払って。東京まで運んでもらってるんですよ、僕も。お願いして。ね。そういう話ですよ。いや、もうほんとそういう話。いやいやいや、もうほんともどうもならないなと思って。いや、もうこれ久々に燃えたんですよね。こんな話してるから質問全くなくなりましたね。明日も飛行機に乗ると。そうなんで、明日。しかもその航空会社みたいな。でもね、これね、偶然かよくわかんないんですけど、2年ぐらい前に最初は揉めたんですけど、その後、1年ぐらいね、毎回挨拶に来るんですよ。座席の前まで。高橋様、今日もありがとうございますって。やっぱり目つけるなんか印みたいについてるんですかね、頭おかしいマークみたいなのが。多分バイオハザードマークかなんかね、ついてるんですよね、多分ね。もう歯の話ないですよ、僕。ストローは基本的にいらないですよ。生まれて初めて飲むものから、いきなりコップでいいですから、ね、当然コップです。でも、そもそもそういった発育ってどっから始まってるかって言ったら、妊娠中のお母さんの立ち姿勢、座ってる姿勢とかもそうです。姿勢から始まり、生まれてからの赤ちゃんの抱っこの仕方とか、授乳の方法とか、どうやって離乳食を与えていたかとか、そういったところに遡っちゃうんですよ。そういったところから歯並びうちの子変だみたいな話になってきて初めて気づくんですね。でも戻れないじゃないですか。今さら戻って抱っこの仕方こうでしたよって言ってもどうしようもないので、じゃあそこからできることをやっていきましょうっていう感じになりますよね。要するに子供が子供らしく育ってないから歯並びがうまくいかない。歯並びは歯の問題ではなくて体の成長の問題なので、そういったところに視点が映るか映らないかで急に歯を何かしようと思うか、いや生活そのもの、その子の育て方そのものを変えようとするかっていうのは、まあ、大きく変わるかなと思うんですよね。基本甘やかしてた子は歯並び絶対うまくいかないですよ。うまくいくわけないですよね。その子は何もしないで育つから、もう親が全部手出すから、食べ物にしろ普段の生活にしろ、考えることを教えなかったら考えない子が育つのと同じように全部親がお膳立てしてやってしまうと、もう離れるまで全部うまくいかなくなっちゃう。そう、歯周病ってね、進行しちゃうと結構大変なんですよね。
進行しちゃってそれを良くするって難しいんですよ。そこで止めることしかできないんですよね、再生医療しない限りは。でも再生医療も全然全然やるだけなかなか結果出てこないので、まだ現段階では溶けた骨はほぼ戻せないと思ってもらった方がいいので、その兆候があるかどうかっていうのはこればっかりじゃない、レントゲン取らないと分かんないんですよ。表面では歯周病ってちょっと分からないので、今どういう状況なのかっていうのはレントゲンさらっと取ってみるといいかなと思うんですね。うちはレントゲン1回取ったらまずもうそれ以降ほとんど取らないので、見るだけ無駄なんですよね。だって1回見たらその後進めるか進めないかってこっち把握してもしょうがないので、進んでても進んでなくてもやらないとならないこと一緒じゃないですか。安心のために取ってほしい、ね、うん、あ、いますよね。どうしても取りたかったら取ってもいいんですけど、メリットあるのは僕が儲かるだけですよ。儲かるっちゅったってね、大したことないんですよ、あれ。取らなくて、これでね、何万円も儲かるんだったら取りましょう取りましょうってなるかもしれないけど、あんなもあってもなくてもいいよな、だからね。今の一般的な歯医者で一番何が儲かるんですか？歯の治療でですか？はい。いや、これ言っていいのかな。いや、あの歯石取りですよ。みんな通うやつです。かぶせるとかじゃないですよ。かぶせるのはドカーンときますけど、害虫なので結局高くつきますから。だけどそれ以上にやっぱり一番儲かるのはセラミックスです。セラミックスはもう桁違いに儲かりますから、ぜひ歯医者に行ってセラミックス入れてください。でもね、やっぱりうまくできてるんですよ。僕もね、セラミックス以上セラミックス未満なので、口の中に入れるものセラミックス以外ないですよ。ないです、ない。もうそれ以外のものを選ぶなんてまず考えられないですよね。セラミックスだって本当にいいものかって言ったらそうでもないですから。でも銀歯入れるんだったらとか、保険のプラスチックのハイブリッドとかやって入れるんだったら、それだったらセラミックスですよねっていうことにはなるかなと思いますよね。歯医者の使い方って、これ何話してたのかな。歯医者の使い方ってうまく利用していくっていうのはとっても大事かなと思いますよね。だから口の中を見て結構わかることはわかるじゃないですか。全てはわかんないでしょ。全身の状態全てはわかるんです。それは結構違った世界に入っちゃうからあれですけど、なんか間違ったことをしてるかとか、何かその人に見直すべきものがあるんじゃないのかなっていうのは、すごい口の中っていうのは現れてくると思うので、そういった意味では歯医者に行って何か口の中を見てもらって、どうですか、はいさようならぐらいは別に全然いいんじゃないかなというふうに思うんですよね。その中で歯に汚れがあるとか、歯石がついてるとか、気持ち悪いとかっていうのがあれば、予防的な意味は皆無ですけど、ちょっときれいにしてもらうクリーニングっていう意味ではやってもらってもいいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。それを定期的にやってもらう、きれいにやってもらうっていう意味では全然いいと思うので、予防のために通うっていうのは全然違うと思いますよ。それは歯科医院の経営の SDGs に貢献してるっていうだけです。持続可能な経営をお手伝いしてるだけですから、そう、そこを理解してもらえるといいのかなとは思いますよね。仕組みがひどいもんね。そうなんですよ。ちょっとあえてそこは言わないようにしてるんですけど、そこをね、うまく利用できて皆さんを正しい方向へ向かわせることができればいいかなと思うんですけどね。やっぱり必要最低限のところでやっぱり留めるっていうのはとても大事かなっていうふうには思うんですよね。はい。マスクの弊害、高橋先生が見てて思うことはありますか？もともと口呼吸が多いじゃないですか、今の子供たちって。だからマスクする以前からの問題だったものが、マスクすることによってますます改善する余地がなくなってしまったなっていうのはありますよね。もうマスクする時点で苦しいじゃんみたいなっていうのはちょっとありますよね。だから口呼吸は当然今よりもひどくなっちゃうので、口の中が乾燥したりとか、ダイレクトに肺の中にいろんな異物が入っていきますから、免疫も落ち、いろんな体調不良も増え、様々な問題が起きてくるっていうのは当然起きてくるのかなというふうには思いますよね。親がさせてるんですもん。親が外させるようにちゃんと意味があるのか何なのかっていうのをね、教えてあげないといけないですよね。初心というか初めて来てもらった人でよく話をするのは、僕は現状維持っていうのが最大の治療方針です。だから言われない限りはね、手つけないですから、まず気になることを教えてほしいんですよって、うん、そこ条件なんですよね。で、ただ僕が気になることを強いて言うなら、こことここがこうなってますって。でも分かってなかったことをあえて何かするっていうのは親切のおせっかいになるじゃないですか、うん、そんなことは僕はしないです。だってもっと大事なことありますからって。だからいわゆる今まで歯医者でやってたようなことっていうのは、順番としてはね、二の次なんですよって。やるのは構わないんですよって。求められればやりますよって。僕がやりたいかどうかって言ったらあんまり好きじゃないけどみたいな。だけどそこをやらないとね、僕はね、飯食えないんですよって。だけど歯を作るとか削って詰めるとか入れ歯作るとかっていうのは
一回やったらね、できるのに二度と同じことを僕にさせてほしくないんですよ。だから今そういう状況になった原因を探していくことをまずやってみませんかっていうのがよく言ってる話ですよね。だから結局初めて来てもらった時にいろいろ説明するじゃないですか。口の中を見たりとかなんとかっていろいろ言うと、結局あれ私どうしたらいいんですかって話になるんですよ。そう、いや何もしなくていいんですよって今普通に歩いてここに来て元気ですよねっていやお金払いたいんだったらなんか僕の仕事探しますけどってそうじゃないですよねって、だから経過観察そう、ふっさ拒否したら叱られたって本当そうなんですよね。はぁみたいな顔言われますよね。いやだって僕も昔そうだったんですよ。だって、始まりはフッ素を全然やってて、いや宇宙服はフッ素塗らないでくださいってなるじゃないですか、うん、はぁみたいなフッ素塗らない何しに来たのあんたみたいな感じですよ思いません、だってそう本当そうそう、だからいやよく言われるんですよ。いや先生にもう10年前に会いたかったって、で10年前会ったら僕的に合わなかった親方と思いますみたいな普通の配慮ですからみたいな。僕極端だから、フッ素辞めるときもバタンって辞めたんですよね。したらどうなったかって言ったら、今までのアポイントの予約の患者さんの3分の1は子供だったんですよ。つまりめちゃくちゃ多かったんですよね、子供が。小児しかも一応歌ってるので、まずね 90% ぐらいなくなりましたよ。ほとんどなくなりました。フッ素だったんだみたいな。で3年ぐらい経ってようやくフッ素塗らないって聞いてうちに来たっていうのが来てくれるようになったので、その方がねやっぱりこっちも仕事してて仕事しやすいですよね。そういった意味ではお金もらえるからこっちも我慢して何かするっていう仕事よりも、それを理解してくれてる方が精神衛生上いいし、まあそれをね犠牲にしてても金儲けたい人は勝手にやってくれれば全然いいんですけどね。いや本当銀歯もそうなんですけど、うち銀歯もやらなくなったんですよ。パラジウムっていう金属これもまた厄介なんですよね。銀歯やんないなんてなったら、いやこれはね医学的な根拠のもとに最終的な体の状態に害のない治療をするには、銀歯がね将来的にあなたに影響を与えるかもしれないっていうリスクを抱えるっていうことは、やっぱり今やっちゃいけないってことなんですよ。絶対将来は先生がやると銀歯でなんか今頭私狂ってるみたいなって言われたらちょっと困っちゃうので、銀歯やめたんですよね。じゃあ先生どうするんですかって言ったら、僕以外の歯医者全員銀歯やりますからみたいな言ってくださいって言わざるを得ないですよね、うん、そこでそこ居心地よかったらそこのまま通っていいですよみたいな、うん、はいみたいな感じになるわけです。でもそこだけやってもらってまた戻ってきてもいいですよっていうのはあるんですけどね。ちょっとねうちも銀歯やらなくなったっていうか、もう銀歯の材料自体が僕もう置いてないのでできないですよねっていう感じ。だから保険でプラスチックで良ければ、そういったプラスチックみたいなハイブリッドって歯があるので、それでも良ければやりますよっていうことですね。その方がリスクはちょっと少ないかなというふうには思いますね。1歳半検診とか3歳検診とか行くんですけど、僕が行った時はついてくれる衛生士さんも知ってると思うので、フッ素の話しないですよね、やっぱり。行った方がいいですよとかって指導しないですよね。うちの地域ではね、フッ素塗ってる学校の取り組みとして、フッ素専攻っていうのか、うがいの取り組んでる2校あるんですよ。今はね、なんか変な感染症流行ってるとかってやってないらしいんですけど、何言ってるかよくわかんないですよね。意味わかんないですけど、まあいいんですけどね。ほんで、その学校の一つが、僕のね、目の前の学校なんですよ。要するにうちの娘とかが通ってる、そこみたいな。でも僕一回見学に行きました。見たことないからどういった感じでやってるのかなっていうのをちょっと見に行ったんですけどね。でもやっぱり子供たちの中でもやりたくない子は、まあやらないっていうのもちょっとあれだからって言って水でなんか先行してるみたいなんですけどね。みたいな感じですけどね。いやでも面白くて、この間なんかのねチラシに今先行してないとか何とかがあれだから歯磨きしないとかやってるじゃないですか。わけわからんことやってるじゃないですか。しょうがないから、2年ぐらい前からやってるんじゃないですか。やってるんですけど、これね、会で送られてきた、僕らの業界で送られてきたあれ見ると、毎日歯磨きを学校でね、するようなね、取り組みしたら、インフルエンザの感染率が何パーセント減ったとかってチラシで配ってきたんですよ。ん?みたいな。いやいやいや、感染するから今その歯磨きやめてんじゃないの?みたいな。いや今の時期にインフルエンザは感染が減ったってデータ出してきたんですよ。もうどっちよみたいな。もうこれ、ねっていう話ですよ。いけますよね、もうほんと。僕一応ね、そう、縁にはなってます。その元々 PT やってたところの縁の縁にはなってるんですけどね。検診に行った時にね、いいっていう衛生士さんもいるんですよ。借り物だから、今日当たりですよって。どういう意味の当たりだ、お前みたいな。顔的にはいいって意味なのかな、どうかなと思いながら、まあ、フッ素の話はしないけど、そういった成長の、ね、話とかも多少してるので、最近ちょっとね、検診もあんまり価値を感じてないので、あんまり力入らないんですけどね。
昔は面白かったんですよ。やっぱ検診で子供たちのいろんな状態が見えて、ああこの親にしてこの子供があるんだみたいな、よくよく見えてたんですよね。すっごいよく見える。僕ねスイーツ大好きだから食べます、食べます。さっきもそこでチーズケーキ食べてみて、いや食べたいなと思って見てたけど、さすがに子供の取るのは悪いな悪い大人になってちょっと味見していいとか言ってさすがにできるいや朝名古屋に来たからモーニング食べたらよかったと思って、もっと早く来てトーストの上にあんこ乗ったやつ、いや失敗したなと思ったんですよ。僕ねもともと甘党というか甘いの大好きだったんで、一回僕去年の夏ぐらいの公園で自分が子供の頃の小学校入ったぐらいの頃の校区内写真出したんですよ。ちょっとねドン引きされて虫歯がひどすぎてそれ以来出せなくなったんですけどいやあまりにもひどいみたいな。でもそんな僕でもね、もう絶対虫歯と歯周病にならない自信があるっていうぐらい簡単なんですよ予防って。虫歯とか歯周病っていうのは退院歯っていろんな要素があっての病気なんですけど、やっぱり他の生活習慣病と比べるとそれほど複雑じゃない感じがすごくするんですよね。他の病気って結構やっぱりすごく複雑じゃないですか。だからなんかそういった意味では大したことねえなみたいなだって虫歯と歯周病減ってるんですよ。それをね今更歯がどうのって騒ぐのもねどうかなとは思うんですけど、そもそもね、未だに電気もないような先住民族みたいなああいったジャングルの人っていうのは歯ブラシも持ってなければ虫歯も歯周病もないんですよね。未だにその虫歯と歯周病に関してこんな熱く語るっていうのはなんか恥ずかしくなるなと思いません？歯医者っていう存在自体がねちょっと大丈夫かなみたいないや虫歯はこうなんで歯周病こうなんだろうみたいなけどちょっと引いちゃいますよねうん、何回噛むとか、これ食事ね、何回噛むとかっていうのも、そもそもやっぱり噛まないとならないものを食べればいいだけのことで、噛む回数じゃないよなっていう感じはしますよね。そう。まあ歯磨きは別に何回してもいいと思いますけどね。何回してもいいんですよ。僕は唾液磨きっていうのを推奨してるので、口の中に歯ブラシだけ突っ込んで、こうやって磨くっていうのでいいじゃないかなと思います。4歳で永久歯生えてきたって話あったんですね。あったんです。うちの娘も4歳で生えてきました。6歳臼歯が。みたいな。びっくりみたいな感じなんですけど、もう10歳で12歳臼歯が普通に生えてきましたね、今はもう。今は12になるのかな、次。歯がね、やっぱり早く生えてくるっていうのは僕はあんまり好きじゃないなと思うんですけど、できればゆっくりな方がいいなとは思いますよね。苦手な発音を直すってこれ何言ったんだろう。これは普段の姿勢が悪いからです。普段の咀嚼が悪いから。結局歯の周りにある唇であるとかほっぺたであるとか舌るものはベロの使い方に癖を持っちゃったからですよね。小さいうちから多分授乳からもうまくいってなかったんじゃないでしょうかね。僕は全然玄米派じゃないです。僕ね玄米嫌いなんですよでもね玄米食べますよ。お腹も良くなるし、あれたまに食べたら食べるんですけど、白米にね雑穀入れることが多いです。一応ササニシキ食べてるんですけど、僕は玄米は週に1回か2回ぐらいですね食べても。冷や飯はやっぱり虫歯にもなりにくいし、お腹にもいいし、血糖のコントロールもしやすかったりしますよね。ね、歯医者になりたくてなったっていうあれもないからちょっとあれなんですけど、合わない職業ではなくてよかったかなと思うんですけどね。なりたくてなったわけではない。ないんですよ。どうしてなったか聞いちゃいますか。はい僕の姉が歯医者になったからです、はい、いやその大学だったら入れるんだみたいな僕大学見てないです。その大学しか見てない選んだことないですね。僕姉とね学歴全部一緒なんですよ。大学卒業するまで幼稚園小中高大って全部一緒なんですよ。それはお姉さんが好きすぎてついてる。いやよく言われるあんなことはないんですけど、結構自分がないんですよ。言われるままにレール乗っかってきたからなったんですね。しかも本当そうなんですよね。はい。歯医者になってなかったとしたら、はい、やりたかった仕事とか、職業とか。僕はね、今思ったのは、建築士とかデザイナーみたいな仕事をやりたいなと思いました。さっきね、診療所に入れてもらった時に、やっぱああいう雰囲気ってすごくいいじゃないですか。なんかああいうのって本当いいなって自分で考えてこうやってやりたいなってすごい好きなんですよね、やっぱり。
いいなと思って、ああいうの仕事になったら楽しいなと思って、あ、でも僕飽きっぽいからすぐ飽きるかもしれないから、また違うこと言ってるこんなもんやってらんないとか言うかもしれないんですけどでも僕の父親はその土木関係なんですよ。建築土木じゃなくて道路とか作る方の土木関係なんですけど、いいなって思うとこ一つあって、人間の体を扱わないことなんですよ。やっぱり、ね、人間の体を扱うにあたって僕らが何かを提供した時に対価として何かもらうわけじゃないですか。報酬をいただいた時に何か間違ったことする時に、間違ったことっていうのは何か定義はないですけどね、人から見たらそんなことで金もらってるのって時にやっぱり罪悪感があるわけじゃないですか。だけど物を売ったりとか何か物に対してお金もらうにはあんまりそれほどの罪悪感っていうのはないなっていつも思うんですよね。なんて言うんだろう、まあ、その人たちにちょっと失礼なのかもしれないけど、ちょっとなんか違うなという感じがあって、そっちの方が心置きなく自分の設定した金額お金をもらうことができた、それに価値感じてるんですよ。だけどこっち入れて10万とかもらった時と、僕がねこうやって壁の色はこうした方がいいですよ、こうやってやってですよって提案したことで10万ともらうんだったら、あ、こっちの10万の方が僕はいいなと思うんですよね。だって僕のこの歯の10万は下手したら10万の価値ないかもしれないって思っちゃうんですよね。いや、その人は感じるかもしれないですよ。カメリオンになったし、だけど大事なこと伝わってないですもん、これ。だけどこっちのだって雰囲気良くなったとか、なんとか電気どうのこうのってのは、その先ないじゃないですか。あ、失礼だ。やっぱり失礼ですね。やめよう。これダメだね。これダメだ、ね。言い過ぎですよね。でもそういうのがちょっとね、感じるんですよね。まだこっちの深みを知らないからかもしれないです。この突き詰めていくと、またちょっと感じるかもしれない。こういう壁の素材じゃ、こういうあれの素材じゃ、この人には良くないみたいな。なるのかもしれないですけどね。あ、でもやっぱ健康につながっていくのか。やっぱりそっちにつながっていっちゃうか。よりいいもの。ね、よりいいものっていうふうになるのかもしれないですけどね。尊敬する愛者。あ、でもね、僕はこの世界に入った時に、すごくコピーしてるような歯医者さんがいて、それはね、小峰先生なんですよね。すいません、神野先生って言わなくて。いや、でもね、神野先生はね、全然僕と違う路線を行きながら、多分相当勉強されてる先生なので、すごくね、自分でもやっぱ実践されてる先生だと思うから、すごいなと思うんですが、僕の本当にそういったことに気づかせてくれた、歯科の中で気づかせてくれた先生は、ね、小峰先生って埼玉の時川にいる先生なんですが、削らない歯医者っていうので、知ってる人が知ってること思うんですけども、あの先生にはやっぱりとても包み隠さずいろんなことを教えていただいたおかげで、今の自分があるなというふうにとても本当感謝している部分があります。ある意味やっぱりあの先生がいないと今の僕は本当にいないし、間違った方向に行かないようにしてくれたっていうのも本当あの先生のおかげだなというふうに思ってますし、根底の部分はやっぱり内海先生の影響っていうのはすごくやっぱり受けてるっていうのもあって、それで医学的なところ、医療的なことというのはいろいろな気づきを与えてくれたかなというふうには本当に思って、まだまだ分かってねえよってね。いやー、そうですか、すいませんでした。大きな口いただきました、すいません、全然分かってません、カスです、すいません、ごめんなさい。はい、はい、お姉さんはどういう方針で、はい、あ、うちの姉はね、普通の歯医者です。なので僕のところでついてこれなくて、いやでもどこの歯医者行ったらいいかなっていう人は僕の姉を紹介する。そしたらもうスタンダードの治療でババーンって削ってバーンって入れてくれるので、はい、スッキリしたでしょみたいな。近いんですよ、すぐ近くでやってるので、はい、全然超マッチポンプやだ、ダメかそれ。そうか、自然にやって、いや、その人のためにやってたと思ったけど、そうか、自然だったんだね。そうですよね。あ、ダメだ、ダメだ。そこないじゃないですか、ね、いや、そう、そこでも自然にやっちゃってるんですね、これ。だから、意識してないと思う。いや、もうダメだ。喋るとやっぱボロ出るからダメだ。ダメダメ。ありましたね。はい、そうか。そうそう。最後よくまとめたと思ったんだけどな、ダメだったな。なるほど。まあ、歯自体に問題ないんですよねっていいと思うんですよ。口の中気になることないって言ったじゃないですか。この順番は全然いいんですけど、僕って口の中まず見るじゃないですか。口の中をこうやって見た時に、虫歯っぽいところがあるとか、歯茎腫れてるとかね、歯石がついてるとか、なんかある時に、私、歯はダメなんだけど、体は健康なんですよっていう、この順番。これはね、一番最悪。もう、来るな、みたいな感じ。なわけないから、みたいなね。まあ、知らないからいいんですけど、知らないから仕方ないんですけどね。違う違う。口の中こんだけめちゃくちゃだってことは、もう絶対不健康だからって。
そこでまずね認識しないと始まらないんですよね。だから結局虫歯があってそれを放置しても、歯石があってその歯石を放置しても、歯茎が腫れてそれを放置するのは全然構わないんですけど、だけどこれらがあるってことはね、体は絶対放置できないってことなんですよ。これを歯医者に行ったら、歯石は取らないとならない、虫歯埋めないとならない、歯茎腫れは抑えないとならないとかっていうのを、そこを強調するもんだから体が放置されるんですよ。そこがね一番の問題だから、歯医者には定期的に患者が受診し、待合室が混み出すんですよ。それがいわゆる混んでる歯医者の特徴ですよね。リピーター作るのは簡単ですよ。これはこうだから、ああだからこうだからって言って、はい、1ヶ月後また来てくださいねって言ったら、はいって言いますよね、皆さん絶対。ねえ、はいじゃないんですよ。なんで治んないんですかって。なんで来ないと治んないんですかって。治してもらいに来たのにって言ってくださいよ、そこで。やぶ医者めって言えばいいんですよ、そこで。